はい、どうも、まもるです。今日もお悩みやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お悩みです。まもるさん、こんにちは。こんにちは。もうすぐ学校が始まり、自分も高校2年生となります。しかし、分離選択の都合で、以前仲良かった大半の友達とはクラスが違い、正直、新しいクラスはあまり友達もいなく不安です。何かうまく友達を作る方法はありますか？あります！勇気を持っていっぱい話しかけましょう。逆に、自分から見て、どういう人を見たら友達になりたいと思いますでしょうか？こう、端に、もう来ないで来ないでみたいな感じか。こう明るく笑顔で振る舞ってる人、どっちが友達になりたいでしょうか。守は、みんなと友達になりたいです。あなたは、どうでしょう。どう振る舞ったら友達がいっぱいにできるでしょうか。いろんな方法はあると思いますが、守でしたら積極的に、おはよう、おはよう、おはよう、そっちもあっちもこっちもおはよう、みんなおはようで、みんな、仲良しでございます。こんな感じで、まあ、ハッピーに、ハートフルに、ワンダフルな感じで、どんどん積極的にコミュニケーションを取っていってみてはいかがでしょう。マモルも、そっと、こう、見守っております。勇気を出して、お声掛け、行ってみましょう！行ってらっしゃい！マモルチャンネルをご覧いただきありがとうございました。これからも皆様が明るく元気に前向きになれるような動画を配信していきたいと思います。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。